どうも、お酒を二十歳になってかまさやんです。こんばんは。今日はとても薄い、黒霧島お湯割り飲んでおります。はい、今日は2019年1月8日でございます。はい、まず第三国志の話に入る前に、昨日結構僕にとって、大きなことが2つありましたんで、そのことからね話したいと思いますけども、まずはカープにね、長野が来るということでね、テレビとかでもね騒がれておりました。まあちょっとね、今までの方向性というか、カープではありえない、獲得ということでございます。まあちょっとね、ネットとかでも見て結構、まあ、大荒れ模様で、特に巨人ファンの方々はね結構手厳しい、ご意見がね、いっぱいあったように思います。はい、まあ、それは別に長野選手とかじゃなくて、その球団のね考え方とかやり方に関してね。はい、昨日ね、ご飯を食べに、まあそんな飲まないんですけどね、もう今お酒は控えてますから、ご飯を食べに、その長野のね話題どうなってんかなと思ってカープ居酒屋に行ったわけですけども、めっちゃ盛り上がってました。なんかよっしゃーっていうか、まあもちろんいろいろ意見はあるんですね、いろんな意見はあるんですけど、全体的にはすごいなんか盛り上がってて、長野が来るんだみたいな感じ。多分広島ファンもそういう大物選手がさね、主力をやってたとか、まあそんな来るの期待してないから、もうね今まで若い有望株をね人的保障で取ったりしてるし、 FA なんてものはもうねカープに、大物が来ることは今はなかったわけなんで、まあ、ちょっとね湧いてます。湧いてる。いや、明るい材料になってるんじゃないですかね。はい、楽しみにしております。はい、それともう一つ、現在まあ50区でアップバンクのね、方が参戦してる、まあ、しげさんとゆうきさんかな、参戦されてることでね、まあ、50区の、まあ、記念イベントという企画ですかね、まあ、やってて、まあ、50区の方がどうなってるかちょっとよくわからないですね、状況は。僕もツイッターの方ではなんかいろいろ50区でされてる方がね情報を提供はされてるようですけど、うん、で、まあ、実は昨日そのしげさんからねツイッターの方をフォローいただきまして、本当ありがとうございます。よくツイッター見てたユーチューバーが、そのさらに有名なユーチューバーの方からこうフォローされたみたいな、やったみたいな、結構見るんです。もしくはユーチューバーの方とかゲーム実況者がこう有名な芸能人とかスポーツ選手からフォローされてやったっていうねツイートをまあよく見かけてまして、まあ僕もね、まあ、格上の先輩というか YouTuber に、まあ、フォローされるようになったかということでね、認知されるってことは非常に大切なんですよ、この業界というか、はい、自分がね今後少しね、活躍したいとかっていう時にやっぱりこうチャンネル登録とか視聴者回数をね、まあ、増やしていくっていうことに関してやっぱいろんな人にね知ってもらうっていうことが、まあ、重要でございまして、そういう有名な方々のね、お力を借りるというのは、まあ、いいことだと思います。まあ、それは別にねだったわけでなく、何かね、自分がそれは継続的にやってると、まあ、もしかしたらチャンスとしてね、訪れると。ピコ太郎さんね、アポーペン。あの方も、まあ、すごい、まあ、なかなか、ピコ太郎としてはね、なかなか目が出なかったようなんですけど、まあ、継続的にそれを行っていることで、有名な世界的に有名なジャスティン・ビーバーに、目が止まり、そしてツイートされ、それがもう一気に全世界に、知れ渡ってもう超有名人になったということがね、まあ、良い例としてありますけども、うん、まあ、本当何か続けていればいろんな出会いがありね、いろんなチャンスが恵まれてくると思うので、まあ、YouTuber に限らずですけどもね、自分のリアルも含めてね、まあ、そういうのでちょっとやっていきたいんですけど、はい、僕よりチャンネル登録の多い有名な方、まあ、第三星コラボでね、プニコさんコラボさせていただいて、依頼があってね、あと7000人ぐらいですかね、チャンネル登録。しげしげさん、アップバンク TV で、ね、ご活躍されてるんですが、アップバンク TV は24、5万でしたかね、チャンネル登録。
ございますのでね、恐縮ですけども、はい、まあ、大三国志ね、もし何かあったら聞いてください、はい、分かる範囲でお答えします、はい、50分でご活躍されることをお祈りしておりますということで、今日本題、22サーバーですね。画面の武将を見ていただいた通り22サーバーね、うん、まあ、長期やら食の感が当たったということで非常に武将運は恵まれていたということでね、非常に良かったです。まあ、総括としては、そうで決算が17日なのでもうね、あと10日もないんですけども、総括として22サーバーはずっとこう傭兵同盟というか傭兵部隊として動いて、まあ、ランダムに降り立った州で、まあ、わちゃわちゃありながら、まあ、どっかの同盟にお世話になってね、そういう戦い、まあ、そこで、勝っていけば、まあ、そこにおりますし、まあ、戦争に負けて、まあ、降伏条項などで移籍が可能ならね、またどっかにお世話になって、まあ、戦っていくっていう、スタイルでねやってきたんですけども、来期 S5 の金城統治 もうそのようにやっていこうと思っております。すでにもうサバ移動のね機能が開放されておりまして、あと2日ぐらいですかね、解放されたのか、猶予でしたけど、まだ待機時間か、すいません、はい、まあ、とにかくサバ移動が開始されるわけですけれども、来期も同じスタイルでやっていきますので、第17区から24区の方でね、もし、元主人戦隊、今はドドンパチ隊って言っておりますけども、来期もまた名前変えますけどね、もし私とこうやりたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ22サーバーにお越しくださいませ。それともうスタート州も決めております。陽州でやろうと思ってます。で、実は僕のこの第三国志の歴史をですね振り返った時に、スタート州はほとんど西に偏っておりまして、まあ、一番始めた時は、慶州で始めております。まあ、その後、壱岐州やら、まあ、領州、幽州、紀州がほとんどでございまして、実は青州、徐州、陽州というのはね、スタートしたことはない州でございます。そして、まあ、戦争などでね、まあ、各州に渡っていったりするんですけども、まあ、青州と徐州には入ったことありますけどね、陽州には本当に、まあ、何回か入りましたけど、三つ沢の一期の時と、3期の時かな、うん、ぐらいで、ほとんど陽州の、ね、土地勘を知らないということで、まあ、第三国志を、ね、こう配信している限り、まあ、各州の、まあ、特徴の話を一回しましたけども、やっぱり実際自分が降り立ってですね、どういう感じなのか、各軍場とかの配置とか、まあ、自分そういう地理的なものをも勉強したいなということで、今まで始めたことのない州を、まあ、選ぼうということで、私の勝手な都合で陽州とさせていただこうと思います。はい、ということで、もしですね、17区か24区一緒にやりたいという方は、22サーバー、陽州までお越しくださいませ。で、さっき言ったように同盟としてはずっと存続して、なんかその州で、まあ、大きくなってというスタイルではなくて、どっかの同盟にお世話になって、その分隊としてね、認めていただいて、それでまあワイワイ、ガヤガヤ戦うことを楽しむ、スタイルでやっていこうと思ってますので、はい、それがいいと、それでもいいという方でね、よろしければ、一緒に楽しんでいきましょう。はい、今回前回言いましたけど、その、まあ、8サーバーまた再シャッフルということでございますね。まあ、2分の1でね、確率2分の1です。4-4に分かれるんでね。また、一緒になる方も多々いらっしゃると思いますけどもね。はい。楽しんでいければいいと思います。今期は最初、紀州に入りまして、紀州の一番大きい同盟に入って、戦争、連合対連合の戦争に参加し、負けて、その後、また同盟を移籍して、そこでまあ終わろうかなっていう感じですかね。まあ、ただちょっと落葉戦の関係で、もしかしたら、僕はおそらく参戦しない予定ではありますけどもね、うん、うちの分隊の委員はね、もしかしたら、
落葉戦最後に参戦するという形で、まだあの戦争はくすぶってましてね、降伏していない同盟もあって、まあ最後まで、ワイワイガヤガヤなりそうなサーバーにはなりましたけども、はい、生来期も楽しくできたらなと思っております。はい、ということでお酒を二十歳になってからませんでした。ありがとうございました。